クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。ただいま。なんですわ、わただし。今日は遅かったわね。ええ、お当番だったのよ。お母さん、お母さん、このうちは変なうちですってね。今日ね、あなたのうちには何か変なことはなくってと黒田さんが言うのよ。私、何のことだかわからなかったから聞いてみると、このうちは前から怪しいって評判のうちなんですって。それで、どの人もみんな直に引っ越していって、空いてる時の方が多かったそうなの。そこへ私たちがやってきて落ち着いてるものだから、知ってる人は不思議がってるんですって。しつこく黒田さんが言ってくるから、ありはしないわ、もしあったって少しくらいは平気よ、20世紀のものはお化けなんか信じないからと言ってやったわ。だけど奥様。なあに、キヨ、想像し。うん、そんな話誰にもしてはいけませんよ。なぜですか？なぜって、もしおかしな評判でも立ってごらんなさい。白血球、作豊島義雄。別家者だと言って一家はすぐに越してきたのだが、四畳半の女中部屋だけがなんだか薄暗くて陰気だった。それだけのことならどうせ女中部屋だからと我慢もできたが、越してきたその晩に気味が悪いとかで女中の清は眠れなかった。主人の新作は念のために隅々まで調べたが、どこにも怪しい点は見出せなかった。そして夕方、亜希子はその部屋に入って押し入れの前に佇んでいると、まったく、特に変わったとこもないのに。ああ、やだやだ、キヨも大げさなのだから。結局、その晩もキヨは気味が悪くて眠れず、玄関で眠ったのだった。あなた、どうもおかしいじゃありませんか。その上、本物のお化けでも出たらちょうどおあつらい向きだね。え？いや、何、本当の化け物屋敷となればね、家賃がずっと下がるからいいってわけさ。まあ何をおっしゃるのよ、人が本気で話してるのに。じゃあ僕が一晩寝てみるとしようか。ところがある日。あ、どうしたの新吉？坊ちゃまどうされました？白いものが。それご覧なさい、新吉があんなにびっくりするくらいですから、普通のことじゃありませんわ。なんだか押し入れの方から嫌な気が漂ってくるようだった。押し入れか。馬鹿げてるが打ち消せない。なんとはなしに嫌な気だった。別におかしなところはないんだよな。ん？微妙に歪んでるな。でも隙間風はないし。いかがでした？ああ、なんでもないよ。がやはりどうも腑に落ちなかった。そしてある夜。あら、電気が。ろうそくはどこだったかしら。あ、ついたぞ。もう大丈夫だろ、ろうそくはいいよ。おい、みんな大丈夫か。はい。お入道が部屋に。何を言ってるんだ、そんなわけないだろ。でも、でも。わかったわかった、じゃみんなで見に行こう。
ん？なんだ、自分の影が光で映ってるだけじゃないか。おい、みんなで来てごらん。大乳洞がいるから。いや、大乳洞がたくさんいてな。お前のは小乳洞じゃないか。脅かさないでちょうだいな。あら、どうしてこの部屋だけ電気がつかないんでしょう。でも、さっきは確かに電気がついておりましたが。それも、大乳洞のせいかな。いや、ここにも大乳洞がいるよ。およしなさいよ。そんなことしてると、今に影に飲まれてしまうわ。なーに、飲み込まれるものか。姉さんを飲み込んでやら。あなた、どこかへ越しましょうよ。私、もうこの家には一日も嫌ですわ。ああ、そうだね。気のせいだとも言えないことはなさそうだったが、それにしても女中部屋の押し入れはやはり不気味で変だった。するとある日、新作の家へ突然刑事が訪ねてきた。あの、うちに何の用で？実はおかしなことで伺ったのですが、お宅の家で怪しいことがあるとこの辺りで伺いまして、どういう怪しいことがあるのか、ご迷惑になるようなことは決してありませんので、参考までにお話を伺えないでしょうか。もちろんこれは私一個人としてですので。はあ、怪しいと言っても何もはっきりしたことはありませんが、おそらく気のせいかもしれませんが、ただ…その押し入れを調べさせてもらえないでしょうか。新作と明子は中井刑事を女中部屋へ案内した。すると中井の目は急に輝き、額を突き出して犬のように鼻をうごめかした。すみません、この押し入れの隅の張り板を剥がしてもよろしいでしょうか。ああ、もちろん補修はさせていただきます。そして押し入れの隅の張り板を剥がして、あり合わせの板切れでそこを器用に塞いでしまった。めくり取った板には端の方に少し焼け焦げた跡が残っていて、カビみたいな小さい白っぽい斑点がたくさんついていた。が、それだけだった。どうもお手数をかけてすみませんでした。ではこの板だけお預かりしていきます。もうよろしいのですか。ええ、別に異常もないようですから。そんな板が何かになるのですか。さあ、もし何か分かりましたら私どもへも教えていただけないでしょうか。そうですね、ええ、分かりました。お知らせしましょう。あれからだいぶ経つけど、あの刑事さん全然来ないね。やはり何でもなかったんじゃないか。そうね、気のせいだったのかもしれませんわね。でも刑事さんはあの板を何と思ったのかしら。さあ、そんなことは俺たちの知ったことじゃない。みんな、やっぱりこの部屋は何でもなかったんだよ。ほら、押し入れの中の板が一枚壊れてて、風が吹き込んできたから変に気味が悪かったのさ。この通り繕ったからもう安心だ。そうなの？あなた、やっぱり引っ越さない？新吉の様子もだんだん変になってきたし。でもね。そら、カエルができた。もう、しんちゃんさ、そういうのあんまりしない方がいいよ。なんで、なんで。上手ですよ。本当、本当。じゃあこれは。お、父さんが面白いものを見せてやろう。ほら、
大蛇がカエルを飲み込むぞ。全然似てない。お父さんはダメだよ。お化けなら僕の方がうまいや。見て見て嫌ですよ坊ちゃまは。そんなことをなさってると今に本物が出ますよ。どうしたの新吉。坊ちゃま。しんちゃんどうしたの。見ると新吉が無表情で立ち尽くしていた。影がなくなった夢を見たのだそうだ。自分の影がなくなったので一生懸命にその影を探し回ってると、急に怖くてたまらなくなったところで目が覚めたそうだ。このままじゃ影ばかりでなく今にしんちゃん自身も飲まれてしまうわ。ああ俺まで変になりそうだ。とにかくこのままではいけない。どうにかしなくては。ところが思いがけなく、実は心待ちにしていたのだが、ある日中井刑事が訪れた。新作は喜びのあまり飛び上がって自身で玄関まで出迎えた。やあやあやあ、お待ちしてました。どうぞどうぞ。どうもご無沙汰しております。どうも。実はあなたへお知らせすべきかどうか少なからず迷ったのですが、怪しい噂を今まで平気でいられたところから考えて、申し上げても別段騒がれることもないと思って伺った次第です。ただしこの話は秘密にしていただきたいのです。はあ、わかりました。他言はいたしません。実はあの板の焦げ跡と白っぽい斑点を警察で調べてみると、白っぽい斑点は蚊の糞の跡であり、さらにその糞中には人間の白血球が多く存在し、板には人間の脂肪が染み込んでることが明らかになった。板の出どころを調べると、どうやら火事の焼け跡から出たもので、どういう縁かこの家を建てるときに大工が使ったものだった。そしてその家が焼けたときに一人の老人が亡くなっているのだという。3年前のある初夏の夜だった。男はこっそりと部屋に忍び込み、老人の頭の上に座り込み、たもとから紐を取り出して、男は老人の首の下にその紐を通して、その後老人が万一にもよみがえらないよう押し入れに閉じ込められて家に火がつけられたようです。多分あの板は男が寝ていた場所だったから焼け残ったのでしょう。蚊の糞は油でも撒いている間に死体が蚊に食われたのだと思われます。私からの話は以上です。翌日一家はすぐに引っ越しの準備を始めた。次の家は前よりも狭く汚かったが、少なくとも安心はできた。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。